あ、これが歌舞伎町か。あ、ドン・キホーテか。ここが安くて品揃えが良いっていうので有名なヤマダ電機ラビか。これが松屋か。あれがスターバックスコーヒーか。あー、これはカニ道楽か。こんな感じだな。これがビールが飲めて楽しく騒げることで有名な銀座ライオン会館か。これが僕がいつも春菊天そばを食べることで有名な富士そばか。これが新宿のクレープとして有名なマリオンクレープか。中にチーズが入ってるな。これがファイティングポーズか。どけたりパンチを打ったりしやすいな。これ飲み物ないかな。あ、あった、コロナミン C か。よし、残りは後で飲もう。これがあの有名な藤原が後で飲もうとしたコロナミン C か。家に持って帰ろ。あれ、なんかついてる。あ、これが膝の皿ってやつか。これがうまくすると樹齢が何千年もいくということでおなじみの木か。ここが地球か。いろんな人が歩いてるな。知性はあるのかな。